画をご覧いただきありがとうございます。はい、今日の動画のテーマなんですけれども、高い音と低い音の、まあ、練習のバランスですね。どんな感じで、バランス配分をして練習した方がいいかという、はい、質問を受けましたので、やっていこうと思います。はい、まあ、高い音、低い音ってね、はい、まあ、いろいろ皆さん、ウォーミングアップでされると思うんですけれども、ちょっと暑いんでクーラーつけますけど、はい。はい、これからね、ちょっと練習スタートなんですけどね、僕もね。はい。で、まあ、高い音がじゃあまずどこからかっていう話になってくるんですけど、とりあえずまあ、チューニングベイの音。まあ、これよりも上の音と、これから、上にハイベイまで上がっていって、で、さらにチューニングベイから、まあ、これはとりあえず、まあ、低い音っていう、認識をまず、基準をね、はい、前提として置いた上で話を進めていこうと思うんですけど、で、チューニングベイの音っていうのは、僕の中ではいつも、真ん中の音よりちょっと下の音なんですよね。なんで、いつでも出せる音っていうのが、ここら辺のチューニングベイから上のソ、高い F ですね。このドラミファソファミレドの音っていうのは、いつでも出せるようにしておきましょう。っていうのが僕の考え方です。はい。まあそういうふうにレッスンを普段からしてるんですけれども、で、それ以上低い音っていうのを、まあもちろん曲とかでもいろいろ出てくるじゃないですか。あくまでもだからこれはウォーミングアップの話なので、まずはウォーミングアップの、段階では、チューニングベイから F ぐらいまでを吹きやすい唇を作るっていうところで、とにかくチューニングベイから始まったら、まず僕は上の音を吹きまくります。で、この時に、まあ皆さんイメージとして高い音をそんなに最初から吹きまくりすぎたらすぐ疲れちゃうじゃないかっていうふうに思われる方がいるんですけど、でもそこって感覚が違ってですね、高い音が別に楽に出せてれば疲れないじゃないですか。だからそもそもチューニングベイからハイベイまでを可能な限り、まあハイベイまで行かなくても、まあ上のソまでは、そばでは可能な限り楽に吹けてれば別にずーっと吹き続けられますよね。で、逆に低い音。こっちを吹きすぎちゃうと、僕はですけど、高い音が出なくなっちゃうんですよ。だからバランスとして、ある程度チューニングベイから上の音っていうのは常に出してます。はい。さすがにまあハイベイより上はちょっときついですよ。ハイベイより上はまあ常に出すのはきついですけれども、ただ、まあ、ハイベイの下の、まあ、ソードレミファソアミレドっていうのは、まあ別に普通にフラットで出せる音っていう、感覚で出してるんですよね。だから別に頑張って出してるっていう気持ちがなくて、別に普通に楽に出せてる音を出すっていうようなイメージですね。はい。で、まあ、チューニングベイから上になると音がね、出すのがきついって方も結構いらっしゃると思うんですけど、例えばですけど、じゃそういう方でも、この低いソです。低いソであれば多分楽にいけるじゃないですか。多分超楽にいけると思うんですよ。普通になんか、ふぅって息を入れるだけで、で多分出せると思うんですよね。低いソであれば。で、それと同じ感じで、もしソが出せるんだとしたら、ずっと吹き続けられるじゃないですか。だからそういう感覚なんですよ。僕は低いソが、高いソも低いソもそんなに変わらないんですよ、感覚として。どう変わらないかって言ったら、唇が、上の音のセッティングになってるから、で、どちらかというとね、低い音の方が出しづらいかもしれないですね。はい。なので、まあ、高い音、ドラギファソは見れど、高いソまでを出しやすい唇っていうのを、まあ、常に作るために、比較的、そこら辺の音域をメインで演奏することが、演奏というか練習ね、ウォーミングアップすることが多いです。はい。で、ここまでの話はウォーミングアップなので、そこまである程度ウォーミングアップをして、まあ、できればもっともっとこう上の音を出せる人は、とにかくね、上の音は出しまくった方がいいです。とにかく。で、気合で出すんじゃなくて、なるべく、なるべく力を抜いて一旦とりあえず出す。まあ実際これだから曲で使うっていうのは、またその後の話になってくるんで、まずはウォーミングアップで、こう準備体操と一緒ですね。こうスポーツとか。やる前の準備体操と一緒で上の音を出すっていうね、はい、感じでやっていくっていうのは、まあ、ドミソミドって話、まあ、さっきソまでって話をしましたけど、もっと出せる人はもっともっと上の音を最初に出しちゃった方がいいです。ただ、この時にさっきも言いましたけど、力んじゃうとそこからもうバテが始まっちゃうので、なるべく力まないように上の音を唇に与え続けて、この唇がいつでも出せる唇なんだっていうのをインプットさせていく感じですね。だから、ある程度、長い期間、
吹けば吹くほど高い音も自然に出せる音域になってくるわけですよ。自然に出せる音域をどこら辺で作るかってところで、やっぱりトランペットはチューニングベイから上の音が全然曲でバリバリ出てくるわけじゃないですか。だから低い音を練習しなくていいってわけじゃないんですけども、本当に普通になんかフーって息をするように出せるぐらい楽に、もし音を出せたらもう超楽じゃないですか。ずっと吹き続けることができるじゃないですか、疲れずに。なのでまずそういう感覚をつかむために、日常的に高い音っていう割合をちょっと多めに出した方がいいっていうことですね。だから、まあ、今日の動画のテーマは高い音と低い音の、まあ、練習の割合っていう感じのテーマでございますけれども、まあ、低い音よりも上の音を、まあ、多めに吹ける、唇に育てるために上の音を多めに吹いた方がいいっていうのが、まあ、結論になりますね。はい。で、さっき話が止まっちゃったんですけど、ウォーミングアップが終わって、じゃあその後じゃあ曲に入りますってね。で、曲に入っていったら、実際高い音をいきなり鳴らさなきゃいけなかったりとか、低い音からだんだん高い音に上がっていったりとか、低い音から高い音に上がってまた戻って、また戻って、また下がってみたいな感じ、いろいろあるじゃないですか。だからそれは、もうとにかくその曲の流れで練習していくしかないので、あくまでウォーミングアップっていうのは曲を吹く前の準備体操なので、実際こう体育の授業とか、まあ、何でもね、こう運動の前で準備体操をしたら、その後実際スポーツに入るわけですね。だから準備体操っていうのは、そのスポーツで体を動かすための柔軟性を確保する、まあ、怪我しないようにっていうね、やる動きじゃないですか。だからウォーミングアップも一緒なんですよ、基本その考え方は。で、曲に入ったら、じゃあ実際実践でいろいろこうにやっていきながら、高い音低い音っていうのがいろいろ引っかかってくると思うんですけど、大体でも多くの方は高い音が出せないっていうので悩む方がやっぱ多いんですよね。みんなそうと思います。全人類そうと思うんですよ。まれにもう高い音がとてつもなく得意な人もごく少数いらっしゃいますので、そういう人はすげえなと思うんですけども、でもやっぱり僕も含めてですけど、高い音がやっぱきつくなってくるので、だからこそウォーミングアップでも基準を上っていうモードにしておけば、で曲に入った時に高い音がメインになってて、でたまに低い音が出てくる分には多少力を抜けば別に低い音って出せちゃうんですよね。はい、だから高い音を出せる余裕っていうのをまず全体的に作っておくことによって、曲もそういう風に組み立てていく方がいいです。曲もやっぱりまずは完成させなきゃいけないじゃないですか。なんか単純に音が出せないっていう人もいるわけですよ。この曲を吹きたいけどこの音が出せないから無理っていう方は、まず音を出せるっていうところをクリアしないと、その後かっこよく吹くとか美しく吹くとか魅力的に吹くってことはできないんですよね。だからまずは完走しなきゃいけないんですよ。とりあえず何でもいいからまず音を出して、最初から最後まで吹き通す。それができたらちょっといろいろこう味付けを加えていくっていうような感じで、って考えると、まあ上の目の唇にしておいた方が、まあ曲の攻略も楽かなというふうに思いますので、はい、まあそんな感じでございます。まあいろいろな考え方があるかと思うんですけれども、で僕のアンバシャーはもともと高い音が出なかったんで、高い音の唇を作るっていうところから始まってるわけですよね。はい、なので、まあ、高い音がもともと作れなかったからこそ、高い音の唇を最初に意識しとかないと、やっぱり下の音は、下の音の方がやっぱ出しやすいわけですよ。普通に気を抜いてしまうとね。だから高い音が出しやすい唇をウォーミングアップして、その後曲に入るっていうふうに僕はやっておりますので、まあ、いろんな人の考え方がございますので、まあ、一つ参考にしていただければと思います。はい。本日の動画は以上でございます。はい。じゃあ最後のやつやって、あ、そうだ、最後のやつはね、ちょっと、今日からですね、ちょっとパワーアップバージョンで、ちょっとマウスピース変えますけど、はい。ハイベイじゃなくてね、ちょっとハイ F まで行こうかなっていう、はい。ぜひまた最後まで皆さん見てくださいね。ちゃんと自分最後にハイ F を吹くっていうのを外すかもしれないですけどね。わかんないですけど、でも頑張ります。やっぱ挑戦を常に自分を追い込んでいかないとダメだと思うので。よし。ほっ。